八戸市と周辺地域のグルメ情報をお届けするコーナー。今回ご紹介するのは、柔らかくて美味しいたこ焼きを提供しているふわとろたこ焼きのキッチンカーです。今週ご紹介するグルメは、八戸駅東口から徒歩5分にあるこちらです。八戸市尻内町にあるキッチンカーふわとろたこ焼き。ボンネットに大きなたこ焼きが飾られた可愛らしい車体が特徴的です。今回は店主の成田祐樹さんにお店の特徴やおすすめ商品について伺いました。うちのたこ焼きはその外はふわっと中はとろっとっていう感じのふわとろたこ焼きなので、まあ、老若男女、まあ、お年寄りから子供まで美味しく食べられるたこ焼きになってます。いろんなイベントとかお祭りがあった時に、このキッチンカーを使って、まあ、いろんなところ行って販売したりとかもしますし、まあ、基本はここの方に止めてあって、まあ、たこ焼きを売ってるって感じですね。それでは早速おすすめ商品について聞いてみましょう。一つ目はソースたこ焼きです。ソースなんですけど、ソースは普通のお好み焼きソースとたこ焼きのソースをブレンドしたものを使ってまして、でかけるマヨネーズも普通のマヨネーズにリンゴ酢を混ぜてるので、普通のマヨネーズよりもこうあっさりとした、まあ、舌触りのいい味わいになってます。で、あとうちのたこ焼きの、まあ、ふわとろなんですけど、それ以外にもメリットとしては冷めても美味しいんですよ。でこの大体のたこ焼きって冷めるとちょっとしなってなって、なんか食べづらいっていうか、まあ、美味しさを感じなくなっちゃうっていうことがあると思うんですけど、うちのたこ焼きは冷めても美味しいっていうのが、まあ、一つの取り柄でもあります。はい、どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。こちらがソースたこ焼きです。美味しそうですね。早速いただきます。名前の通り、外側がすごいふわふわしていて、中はさらにトロトロしていて、すごく美味しいです。2つ目のおすすめはイタリアンたこ焼きですね。でこのイタリアンっていうのは、大体の人が多分トマトをイメージすると思うんですけど、うちのイタリアンたこ焼きっていうのはたこ焼きにオリーブオイルをかけてから塩コショウで、この塩コショウも岩塩とブラックペッパーをかけてるの でさらにその上にパルメザンチーズ、まあ、イタリアンチーズをまぶすことによって、普通の、まあ、ソースとの方とは違ってあっさりとした味わいになるので、結構女性の方にも人気の商品になっています。3つ目のおすすめはたこせんですね。たこせんっていうのがもともと大阪の方ではオーソドックスなものでして、せんべい、エビのせんべいみたいなものなんですけど、それを2つに割ってたこ焼きを挟んで食べるっていうものなんですけど、その間にソースだり、まあ、うちだったらイタリアンだりというのをかけて、まあ、手で持って食べれるものなので、全然若い人でも全然食べやすいようなものになっているので、すごくおすすめできる商品だと思います。まあ、やっぱそのタコせんっていうのもやっぱ大阪ではまあ当たり前のものでも、こっちの方だと全然出てないものなので、だからこっちの方でも結構お年寄りでも買ってく人もやっぱいるので、やっぱ結構珍しいものだから、まあそれだけやっぱ見た人はすごい気になって買ってく人はいます。はい、こちらお待たせしました。ありがとうございます。はい、こちらはどうやって食べればよろしいんでしょうか。このタコせんが味がソースになってまして、こちら食べるときはたこ焼きを潰しながら食べていただくと、最初は硬いんですけど、たこ焼きの熱でどんどんせんべいが柔らかくなっていくので、食感が変わっていく感じになっているので、
皆様に美味しく食べていただきたいと思い、いつもここで平日、作っておりますので、よろしければ皆さんで食べに来てくださいね。ふわとろたこ焼きのキッチンカーは平日の午後4時30分から午後7時30分まで営業しています。皆さんもぜひふわふわで中がとろりとした美味しいたこ焼きを食べてみてください。